今日はギターのチューニングについて、チューニングと、まあギターっていうか各楽器のチューニングとスケールって言って、いわゆる、音階、そのチューニングの和音、コードに合わせたチューニング、スケールのスケールについてかな。これよく A のキーに、A のキーにチューニングすること多いんだけど、チューニングっていうか A の曲、A のスケールの曲をよく作曲するんだけど、普通あのピアノ習うときドレミから習うよねっていうね、 C から習うよねっていう、 C で作曲した方があのピアニストにとってはやりやすいんじゃない、鍵盤楽器の人にとってやりやすいんじゃないとか言うんだけど、各楽器によって弾きやすいスケールっていうのがあって、スケールね、音階ね、俺は A のスケールがギターでは得意だからあのわがままに他のバンドメンバーに A のスケールで作曲した A のキーのスケールで作曲したあの曲をよく作曲するして、他の楽器のメンバーにとても苦労させてしまうんだけど、あの管楽器、まあラッパとかね、サックスとか、まあサックスだったら弾きやすいメロディー、弾きやすいスケールって言ったら、B フラットか、B シャープかな、あ、C シャープ、C シャープ、B フラットね、 B フラット A、B だから B ね、 B フラット、 B フラット、 B フラットね、 A を半音上げたとこ、 B を半音下げたとこ、 B フラット、管楽器のアルトサックスだったかテナサックスは、まあ B フラットのスケールをがまあ容易に吹きやすいっていうか、あの演奏しやすいんで、 B フラットで作曲してあげた方が本当はあのアドリブとかね、始まった時にサックスソロのアドリブに苦労しないで済むし、 C シャープっていう有名なサックスプレイヤーだったかな、ジャズのいるんだけど、 C シャープさんっていう、まあ、ニックネームのサックス奏者がいるんだけど、 C シャープね、 C だから、あ、 C かこれね、 C シャープか、 C シャープここだね、 C はここだな、ここは G だな、 C か、ここか、 C シャープだから、 C シャープのスケールでアドリブと取るのが上手だったのかなと思うんだけど、まあなぜ A なのかっていうと、まあクラシックのクラシカルミュージックのオーケストラの指揮者ね、コンダクターがあのバンドのメンバーっていうか、まあオーケストラのチューニング、全体的なバンドのいわゆるチューニングを合わせるときに A で、これが A かどうかは俺は実は今は分からない、 A の曲でよく作曲するから、自分の作曲した曲を聴きながら A のスケールを弾いてみて、ちょっと試しに弾いてみるのね、 A のスケール、まあ A のイオニアスケールでもいいし、ドリアンスケール、ドリアンスケールでもいいから、まあその自分の作曲したキーのスケールで、 A のキーのスケールでアドリブ してみて、チューニング合ってるかどうか、まあ適当にチューニングを当てちゃうんだな自分の曲をチューニング代わりにするのにもちょうどいいっていう、自分の作曲した曲を聴きながらね、だから A で作曲してます。なあのオーケストレーションがなぜ A のまあ
クラシカルミュージックとか、まあ、映画音楽とか弦楽器や管楽器が入り混じったあのメンバーのいる指揮者が A でチューニングするかについては俺は詳しいことは不明なんですけど、まあ、クラシカルミュージックは自分の専門外だから普段あんまり聞かないし興味を持ってる分野でもないので、あのクラシカルミュージックのオーケストレーションがなぜ、まあこれがいいかどうかわかんないけど A のポジションのスケールで、スケールっていうか A のキーでチューニングするかっていうのはわかんないんだけど、生まれたての赤ちゃんの鳴き声っていうのはあの各国共通で A のキーのスケール、 A の周波数で鳴くっていう特性があります。それだからなのかはわからない。まあ赤ん坊、マイベイビー、俺の愛しい人とか私の愛しい人とかベイビーとか言うじゃん、マイベイビーに当てて、あのクラシカルミュージックが A のキーでチューニングするかどうかは不明なんですけど、 A っていうのは どうでしょう、ドレミファソラララララでしょ。よく、まあ、日本の歌でも海外の歌でもスキャットっていうか、まあ、あの歌詞のないメロディーにボーカルを乗せるときにララララララっていうよく言うよね、ララ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 、え、それ全部ラのあの音階で歌ってんのラだっけっていうララ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 違うよねっていうあれなんだけど、まああの歌詞のないボーカルのあのセリフはラなんだな。ドレドレミファソラララっていう、まあなぜか赤ちゃんの鳴き声、マイベイビーの鳴き声もまあ君たちが子供ができて赤ん坊ができた時も最初に泣き声で、まあ嬉しい時も泣くだろうし悲しい時も泣くだろうし困った時も泣くっていうね、怒ってる時も泣く、赤ちゃんは泣くしか意思表示できないから、あの赤ちゃんは A のキーで泣き声を表すらしい、各国共通らしい。人間として生まれてきた限り、最初に発音するキーの音っていうのは A らしい。まあだから俺はベイビーぐらい赤ちゃんぐらい幼稚な、幼稚って赤ちゃんが幼稚かどうかは分かんないけど、赤ちゃんぐらい無邪気なやつなのかもしれないね。で、A のスケール、まあそれで A のスケールで始まった A の曲で A のキーで始まって A のスケールで A のキーで作曲して A のスケールでアドリブ取るのも取れるんだけど、C メジャーか、 C メジャーね、 C メジャーのキーで始まって C メジャーのはハーモニーのキーで始まっても A のマイナーペンタトニック、まあブルーズのあの C のキーのハーモニーで始まる C のキーのハーモニーで始まるあの作曲に合わせても A のマイナーペンタトニック5つペンタトニック、ペンタゴンとかね、5あの5つの音で構成されるマイナースケールの、まあ、ヨナ抜きっていう、まあ、演歌とか民謡とかによく使うんだけど、それはあのヨナ抜きの場合はキーの音が A じゃなくて、
G フラットか F シャープ F シャープね。まあその組み合わせで、あのまあF シャープの F シャープのヨナ抜きペンタトニックで、キーが A だと F シャープのヨナ抜き、マイナーペンタトニックと F シャープ、F シャープじゃないな、C フラットか、C フラットだな、C フラットか、あ、違うわ、F シャープだな。F シャープのマイナーペンタトニックを組み合わせて、まあブルースやソウルミュージック、R&B、リズム&ブルースでもまあその組み合わせ F シャープのマイナーペンタトニック、 F シャープのマイナーペンタトニックのスケールなんだけど、 F シャープのヨナ抜きを使ってるねって思うんだけど、 A のスケールでね。だけどこれってね、 A のスケールでいうあのメジャースケールね、ここら辺のいくつかの音を抜いてみると、ここで A、だから A のメジャースケールっていうか、あのユーニアスケールっていうクラシックでも言うんだけど、クラシックっていうかまあ音楽基礎用語ではユーニアスケールで、ユーニアスケールとまあ A のマイナーマイナーペンタトニック、これを組み合わせて、まあ黒人のアフリカアメリカの人たちはブルースやあのリズム&ブルース、R&B、ソウルミュージックを作曲してたり、アドリブを取ったり、ギターソロや、まあ、他の楽器のソロを展開することが多かった。それっていうのはどっかで不協和音入るんじゃないっていう、まあ、アフリカンアメリカンのルーツである、よく奴隷として連れてこられた先の西アフリカの人たちのスケールっていうのは基本的に A のマイナースケール、マイナーのマイナースケールのヨナ抜き、4、1、2、3、4、5、6、6度の音と、2度の音か。
度の A から1、2ね、2度の音と、この音をミットして、これ A のメジャーで始まるのに、 A のメジャーコードで始まるのに、まあ蝶々の和音ね、トライア A のトライアド和音っていうんだけど、これが A のスケールで構成されている、 A のスケールで A のキーでチューニングされていたとしたらね、まあ自分の曲でチューニングして聴きながらチューニングしてないから、当ててないから、この曲が A でなかったら非常に申し訳ないという話なんですけど、まあこの指板上の話を言ってます。それでここの音ね、この音と